沖縄県宮古島付近で起きた自衛隊のヘリ事故で、引き上げられた機体の所属部隊の分遁地への運搬が進められています。宮古島沖で回収された機体は熊本県の八代港に昨日到着し、今朝から自衛隊の車両に積み替えられました。機体の部品を載せたトラックなどは午後1時半ごろに増木町の 高湯丸分頓地に到着しています。ただ、機体の主要部分を載せたとみられる車両は特殊車両にあたり、一般道路の通行が午後9時から午前6時とされているため、通行ができる時間帯になるのを待って運ぶということです。今後、陸上自衛隊の事故調査委員会が機体を調査するということです。